ございます。最近どうぞ。この間な、はいはい、別に なんてことないねんけどな。南高のな、はい、ゴールデンウィークに、めったにゴールデンウィークなんか出かけることないねんけど、うん、ネモフィフィラ、はいはいはい、あの青色の色鮮やかな、そう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 、はいはいはい、行ってきた。お、一人で。一人では行けんけど、いやチケット持って行ったかい。有料なん？有料やで。あ、なぼすのかしら、招待券でいただいたから。あ、有料なんや。うん、俺なんか原っぱに咲いてんの見に行けんのかなと思ったわ。まあ、そういうことじゃない。そんなでもそんなレベルの原っぱに咲いてて、うん、道がこうあって、うん、で、まあそこのだからそこにその入るのにお金がかかって、うんうん、まあチケットもだからが入って、うん、で言うたら一緒やん。何がやっぱり咲いてんねやん。もうそうそう、それをこっちからこう角度いろんなところから見るだけやん。見てきた、うん、綺麗やろ。いやだからもうゴールデンウィークので終わりなのよ、1ヶ月ぐらいやってるやつが。ああ、はあ、最終日ってことやね。ゴールデンウィーク最終日ってのはまあ最終日が何日か前やけど、はい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 、ほなやっぱもう最後の方やん、うん、でたまたまいただいた人に写真撮ってきたから、こんなんやったわっていう話をしたら、うん、ああもうそれ全然あかんって言ってた。ああだからもうちょっと餌食に行ったらもっと咲いてて、ああ綺麗やなって言うたんかも分からへんけど、うん、うんって言って帰ってきたっていう話。いつからそんな花見て綺麗って思うような人になった。いや思えへんよ、だからごめんごめん、僕が間違ってました。綺麗やと思ったとは言うてへんの。人間相対数変わらんわな。そうやろ。じゃあだからチケットもらって、うん、であの人に行きますかっていうチケット渡したのよ、うん、まあ娘さんでもなんか行くやったら行ってって言うたら、行かれへんから黒さん行けへんのって、からこの日やったら昼から行けるよ、うん、言うから、ほなまあ、まあ、1回行ってみようかなって報告もしなあかんしね。いや報告はまあどっちでもええんだけど、うん、まあ行ってみようかなって思って、うん、タイミングやんそういう時ってほんで行ってみたけど、うんって言って帰ってきてんか。ちなみに人は多かったやっぱり。多かった多かった、うん、それなりに。でなんかソフトクリームがあって、はいはいはい、でたまたまその前の日に、うん、あの喫茶店みたいなとこ入って、うん、でソフトクリーム食べようやって誘われて、まあまあ行こうかって入るやんか。ソフトクリーム食べようやって誘われてや。そうやねん。誘われて入って、で表にあった看板がソフトクリームの看板があってんけど、うんうん、これ青のソフトクリームやんと。ソフトクリームとかもうわしかき氷にしようかなと思って、暑い日やったからかき氷にしようかなって言っててんけど、そのポスターみたいなとこに青のソフトクリームみたいなのがあってたから、はい、青のソフトクリームって珍しいな、青のソフトクリームしようかってソフトクリームにしたら出てきたら白やねん。でお店の人に「青になっててんけど」って言うたら、「光の加減で青に見えるだけ」って言われて。ほんま？そうやねんて。白が青に見える？見えんねんて。だからこのフィルムもあるしさ、あ青に見えるって言われたら、なんかしゃあないわ。そうなんや。あ、普通のソフトクリームを食ったんよ。で、次の日にそこに行ったんよ。ほんなら今度はちゃんと青のソフトクリームやねん。そのネモフィフィラが青やろ。だからそれに合わせたようなやつ、青の、だからネモフィラと海と太陽の、じゃ空の青で青やっていうイメージやから、うん、青のソフトクリームって書いてあんのよ。書いてあんの？書いてあんねん、今度は青って書いてあんねん。だから食ってみよう思うやんか。めっちゃ並んでんねん。やめた。やめるわな。それは俺もやめると思うわ。よく見る。その前は青って書いてあった。書いてない。あ、ほんなら、うん、そう言われへんやろ。言われへんな。言われへんやろ。だから黒井さんに言われたから追加で青いって書いたかもわからんな。誰が？店員さんが。どっち喫茶店？うん。喫茶店もだからもう青って書いてないもん、どこに。あ、書いてないの。書いてない、青とは書いてない。でも青に見えるだけやねんて。で、青に見えるって書いておいてくれたら注文せえへんけどやな。勝手に見えた俺が悪いねんけどやな。そうやな。いや、せやけど、あれは青に見えたんやもん、みんな。みんな。四五人おって四五人が、青やな、青のソフトクリームやなって言うて、答えやもん。ほな、白やったやん。白やってんな。もう腹立つやんか。まあ、で、次の日に。味は美味しかったやろ、でも。じゃあ、普通にちゃんと美味しかったよ。でも、次の日にまた青のソフトクリーム見たら、そら食いたがるやんか。並んどんねん。腹立つやろ。腹立つな、ちょっと。そうやろ、でも並んでたら俺は買えよ。横のビールの方がええやろ。うん、そっちの方がええな。うん、たこ焼きのビールにしようかってなるやろ。なるなる。そうなった。うん、だからそう。だから、全然花見て綺麗やな、俺は思えへんね。うん、うん、もうそうなの、変わるわけないやん、ちょっと。そうだよ、そう。
ゴールデンもそうやな、俺もゴールデンウィークどこも、まあ、仕事もあったけど、うん、どこも出かけへんね。基本的にその人混みとかあんま好きじゃないから、うん、まあ僕もね、だから焼き峰子かって言うでもあんまりなんか土日とか行きたくないし、ああ分かる分かる、やっぱ平日やんな。せやねん、だから出かけんのは平日やねんけど、うん、まあだからそのチケットもその早うからもろてたら多分連休になる前のどっか平日で行こうかってなってたんか分かれへんし、うん、ただもうもろたんが連休前ぐらいやって、うん、もうそこしかないと、そう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 、うん、もう諦めるか行くのを諦めるか諦めて人混みに行くかどっちかやと、うん、でもまあ世の中の多くの人はカレンダー通りに動いてるから、そうそうそう、やっぱりもうゴールデンウィークにやっぱり出かけなしゃあないしゃあないしゃあない、だから、まあ、大半がそうやねんやろ、だからあんだけ混むわけやねんな、うん、思うね、もうみんな大変やろなと思う、うん、だってなんとかトンネル30キロ出るとかよう折れるなって思うもんな、渋滞な、でも車の渋滞とかは、まあ、出かける時はあれやし、あの遊びにじゃなくても、うん、仕事かなんかとかで車出て行って、うん、で逆に大阪市内についてるわとか思うところもあるけど、うん、もうまあもうしょうがないと思う、もう今なんかもうしんどい、その、うん、盆とか正月とかも含めて、俺もちょっとだけ人酔いするような感じあるから、うん、あもう嫌やな、でも南歩いててもちょっとしんどい時あるもん、人多すぎておいおい、もう嫌いや、最近もう嫌いや、嫌いもう並んでんのとか嫌いやねついてるとこ行けよ、まあ、そう思うけどな、俺も思うけどな、そうやろ、まあ関西特にせっかちやもんな、ほんで、そう、でもまあまあ今年はな、ちょっと俺ゴールデンウィーク満喫したよって、おお、なるほど、うん、花見てきたよって、素晴らしい、綺麗やと思ったよ、思うだお前、絶対お前